高見倉神宮清掃の日、その位置をお届けします。先月すべての箇所を回れませんでしたが、今回は8箇所すべてを回りました。この長い足は健脚の高橋翔君41歳、本格的アスリートで私たちの荷物すべてを持ってくださいました。彼にとっては体を鍛える訓練になるということです。普段は山頂までを14分で登るそうです。私は30分を超えます。それも1日3回。私は月3回のペースです。ライターがとりあえずこれに入れます。ライターはライターがつかない、うん、はい、はい、はい、待ってライターを使わなかったら、ちょっと待って、ろうそくで使われたこれがゴシ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 をください、はい、うん、あ、怖い、何よ、YouTube 映ってもいい？全然、はい、はい、ありがとう。あの再生回数の何本かもらえないですか、ね結構登録、いや全然残念ながら僕もたまにあのショートは載せますけどね、どうでもやつ、あ、ショート動画どうでもやつ何特集で載せるんですか？いや、何なんですかね自由、ビール飲んど男とか なんかよくわからんすけどこういうのをしてる人って他にもいるんですか？ここの、これは神宮の管轄で月に1回やって、あと自主的にやって、たまになんかいろいろお供えされてる方がいる。じゃあ唱えますか、はい、はい、これはここですか？あ、はい、じゃあチャッカももらって、はい、はい、じゃあ、見とけたらいいと思います。はい、さっきね。はい。あ、ゆきさん、掛け声だけ最初に。はい、行きます。高間の花にかむづまります。かむろぎ、かむろみのみことをもして、すべみおやかむいざなぎのおかみ、つくしのひむがの立ち花のおどのあわりはらに、みそぎ腹へたまいしときにあれませる腹人のおかみたち、もろもろのまごと罪きがれを腹へたまえ清めたまえと申すことのよしを、甘つかみ国つかみようよろずの神たちともに聞こしめせと、かしこみかしこみ申す。では撤収して帰ります。はい、走りますね。どこ走れるの？この辺まあ、走ってるかな。すごい、しんどいですけど。14分、かー、18分もすごいよ。俺30分ちゃうかな。
それで静かなんですか。ビタミン C はあるんかよけどな、そんな感じするけど。薬なんですか。そうなんですかね。薬草的な。いやマムシに噛まれたらまず食いますね。あ、そう。いや知らないです。デトックスっていうからそうかな。あ、デトックスいうのは毒素、ね。毒素。へえ。そんな効果があるんや。水持ってます。水飛ば。一番辛いやつ。一番訓練になるやつ。こんにちは。何のホープ？わかんないです。タバコやと思います。おはようございます。この奥にね、ユリが咲くんです。あ、ここに咲くハヌキイガが。あ、結構危ないとこですね、これ。すぐ入ったとこやけど。うん、危なかったんです。いやいや、そんな危ないとこまで行かないまで。うん、手前。ずっと、すぐそこ。もう終わってもっとったもん。あ、宮城さん、行ったんですね。え、撮影したんですか。うん、撮影した。なんとか指言うか、違う言うて、フレームが入ってて。言ってたごめん。それは違う言うて。なんか専門的なことがドーッと流れてきて、無視しとる。よし。するとね、いろいろ。写真撮って写真撮って。えっちゃんもなんかやってるんですか。あ、やってないです。あ、まあ普通にインスタとかだけど、フェイスブックとか。そうそうそう、えつこさん、えつこです。えっちゃんでいいです。はい、じゃあえっちゃんと今日帰りドライブ、みんなで帰ります。ドライブデートですね。はい、はい、チーズ持ちます。はい、ありがとうございます。僕ね、次3回ここ登ることにしたんですよ。あ、そうですか。で、今月6月またこれで2回目や。ああ、明日はもう一回もう一回登らない。まあ今月中でええねんけどね。はい、ちょっと登れるか心配しとったけど、これがあったから。本当やね、雨少ないね。もう梅雨入りしとははずやのにね。なんか梅雨明けしそうな。この前梅雨入りしたとかやのに。そうですね。週間天気予報雨なしなんでね。あ、そう。今のところは。ほう。赤いのこれもらってこう。そして松ぼっくり水は食べる。松ぼっくりも食べるん？これを水入れて松ぼっくり水で飲んでます。はあ、あとお風呂に入れてもすごい気持ちいい。へえ。いただきます。レモンみたいなもん。この辺を取ればいいの。でもあの気持ち、お風呂がね、臭くならないんですよ。へえ。帰りにもらってこう。はい。はい。6月。
清掃の日その1、5月に引き続き参加しました。今日は新しいメンバー横浜のえっちゃんと、こんにちは、翔くん、見客の翔くんが一緒でした。清掃の日は毎月最後の日曜日に執り行われます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。